こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのはエースコックセコマ辛味噌ラーメンになります。どのくらい辛いんでしょうね。どのくらいコクがあるんでしょうね。美味しさ一点突破型でお安い価格のセコマさん、今回はどこを一点突破してくるのか注目したいです。よろしくお願いいたします。今回もいただきます。どのくらい辛いかな、どのくらいコク深いかな、エースコックさんセコマ辛味噌ラーメンでございます。はい、それではまずは一口いただきます。油揚げ麺のいつもの匂いするんですけど、その他に野菜の匂い、お味噌の匂いもちょっとしますね。はい、それではいただきます。例によって粉々罰ゲームでしたけど、まあ見破る方法はね、以前別動画にしてありますけど、見破ってますんで備えは十分です。はい、細めの麺ではありますが、僕が好きなタイプのエースコックさんの縦型のフライ麺ってかなり細くて、最初は柔らかく入って噛み締めるほどに力が必要になってくるっていうか、中に入るごとにまあ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 力がいるようになるという油揚げ麺があって、それは割と好きなんですけど、これはちょっと違いますね。全体がふかっとしてる。で、ちょっと、で、そんなに細くないんで、なんかボタッとしてるイメージ。うん、多分これ味噌ラーメンをイメージして太めの麺にしたんでしょうけど、あんまり美味しくないっすよ。ちょっと残念。おお、味噌はいい感じ。辛さもまあまあっすね。国民的カレーショップの国民的辛さで言うと、国民的2辛よりちょっと辛めっていう感じですけど、まあ、大体2辛ぐらい。3はいってないですね。はい。はい、ではこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント。はい。まずは、3種の味噌を合わせたピリ辛仕立ての濃厚辛味噌スープ。味噌感はしっかりあります。濃厚かどうかはこれから確認したいです。次、別添えの特製ペーストを加えることで、豆板醤の旨味と辛味、ガーリックや豚のコクが広がる。意外な名前出てきましたね。ガーリック？ああ、ちょっと確認したいです。はい。ということで、おしゃべりしながらいただきます。ガーリックと豚？ああ、そう。隠し味ですかね。表に出てきてはいない。チキンとか入ってます？これ麺に入ってない。あ、チキンはスープの方に入ってるわ。なるほどなるほど。しばらく口の中で噛んでるとチキンの味がちょっとしてくるんですよ。最初はなかったチキンの味が。だから麺の中にあんのかなと思ったら、スープでした。札幌の濃厚味噌ラーメンとかをイメージしてると、濃厚って言っちゃっていいのかしらっていう感じではありますけど、確かに頑張って濃いめにしてるっていうのは伝わる。濃厚までは言ってないかな。辛いのは辛いです。確かに。で、この辺なので唐辛子ですね。間違いなくね。
僕個人は最近エースコックさん好きになってきちゃったんで、まあまあ美味しいと思って食べてますけど、万人の方にこれうまいっすよってなかなかちょっとそこまで行っちゃって大丈夫かなみたいなところはそういう感じです。はい、それではこの商品の概要についてはいつもの通りで動画の説明欄にありますが、そこからトークで補足をしながらお話ししたいと思います。まず製造はエースコックさんの東京工場。セコマさんの建て方といいますと、エースコックさんの東京工場なんですけど、実はそれ以外のものも一つ見つかってて、それはまあ、おいおい動画にしようと思います。はい。もちろんブランドはセコマさん。価格は128円。これはセコマさんのオンラインショップでケースで売ってるやつを1個あたりで換算すると128円ということになります。おそらく実売はもっと安い。麺種別は油揚げ麺。内容量 67g の麺重量 55g。エネルギーは 267kcal。三大栄養素、食塩相当量を見ますと、このサイズにしてはちょっと食塩相当量多いかなっていう気がしないでもないですね。ただそれ以外にはちょっと目立ったところは今のところ見つかっておりません。はい。以上、この商品の概要でございました。麺がへたるの早い。でもそこも含めてエースコックさんらしいなと思っていただいてます。あ、そうそう、あのね、常々謎に思ってた部分がまだ一個あって、それを今回写真付きでお話ししようと思うんですけど、あの、バーコード、いわゆるジャンコードっていうやつを、この商品が何ですかっていうのを世界の中で1位に求めるためのコードで、それは結構我々カップ麺好きの間では重視するんですけど、最近エースコックさんの商品が中心なのかな、エースコックさんの商品でよく見る気がするんですけど、蓋を開けるときに、ここから剥がすの場所に、ちっちゃいバーコードがついてるんです。あれが何だろうと思ってて、疑問に思うのはいいんだけど、これどこを取っかかりに調べりゃいいんだろうと思って今困ってるんですけど、この謎をね、また紐解いていきたいな。ちょっと長くなるかもしれない。取っかかりが見つからないんで今。ちょっと長引くかもしれないんですけど、調べようかなと思ってます。これなんて呼ぼう？そのうち呼び方考えます。はい。これなかなか僕形容詞を使ってないですけど、うまいとか、辛いとか。その言葉が出るところまで言ってないってことです。こんな失礼なこと言っていいの？はい。その言葉が出るところまでは言ってない。はい。僕は楽しんでますけどね。食べてて楽しんでますけど、そこまでは言ってない。はい。では関連動画のお話を今回は一つだけ。セコマさんのブランドの再生リストというのを作ってありまして、ここにセコマさん商品を動画にしたらどんどん入れていきます。エースコックさん、マルちゃん、ヤマダイさんといったところが製造してますけれども、お安い価格で一点突破型の特徴のある商品で、しかも美味しいのがまあまあ揃っていると。このセコマさんの再生リストご興味がありましたら、今後も増やしていこうと思ってますので、よろしくご視聴お願いいたします。見どころがあったら言いますもんね、ちゃんとね。こんな失礼な言い方。見どころがあったら僕もちゃんと言うんですけど、なかなかね。まあ、こういう時もあります。はい。こういう時もあります。美味しいか美味しくないか。うん、今回は微妙です、それは。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。僕は気に入ってます。はい。それでは残り、これだけになりましたので、一気にいただきます。はい。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いろいろ言いましたけど、ああ、一食損したよ、これで。もっとうまいの、この一食で食えたのに、みたいな感じではないですよ。ずっと続くと飽きちゃうから、ローテーションに入れときましょうか。水曜日はこれですね、みたいなのは全然大丈夫。大丈夫？うん、そう、大丈夫。ただ、取り立てて感動ポイントがなかったっていうだけの話。無難にまとまった一品かな、というふうに思います。はい。ということで、美味しくいただきました。どうもありがとうございました。はい、リスペクトタイムです。今回はエースコックセコマ辛味噌ラーメンをいただきました。なかなかこう表現しづらいですけど、二極型で表現しようとすると美味しいまずいになっちゃうんで、そこだとちょっと表現できないです。麺まあまあだし、味噌まあ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 ですよね。お野菜まあまあなんですよ。辛さまあまあっすねっていう感じだから
食べて損した気持ちもしないけど、食べて得した気持ちもにもならない、食べて感動もあんまりないっていう、ちょっと微妙に難しい、あえて避ける理由もないけど、あえて好んでいく理由もないっていう、いやーなかなか、うん、ただそういうポジションの商品ってローテーションとか組むときにはね重宝しますからね、そういう役回りでいいんじゃないでしょうか。ということで今回は乾杯してください。はい、どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。